ハーイマレー沖海戦別バージョンのポスター、ハーイマレー沖海戦は、1942年に日本の東方映画が制作、社団法人映画配給者配給で公開された、戦争映画、国作映画である、情報局国民映画参加作品。1941年12月8日の真珠湾攻撃及び12月10日のマレー沖海戦の大勝利を描き、 国威商用させることを目的として海軍省が企画し、海戦1周年記念映画として1942年12月3日に公開された。戦後も東方の配給で再公開されている。戦時下に作成された戦争映画の白クである。物語の主軸となるのは大日本帝国海軍のパイロットを目指すヨカレンの詳細な生活。平凡な少年。 友田義和が海軍精神を注入され、また厳しい訓練を耐え抜いて、晴れてパイロットとして登場をするまでに物語の大半が費やされている。後半は真珠湾攻撃に至るまでの航空母艦内の生活が詳細に描かれ、特撮を用いた攻撃シーンが場面を盛り上げる。最後は仏印基地から発進した攻撃機が戦艦プリンス・オブ・ウェールズを撃沈し、 大本営が戦果を発表するまでを描く。以下、ノンクレジット全員ノンクレジット、真珠湾のオープンセット、海浮かばをはじめ、当時好んで歌われた軍歌が次々と挿入され、それらがどのような場面で歌われ、扱われていたかを知ることができる。特撮は、つぶらや英二が担当。つぶらや得意のミニチュアモデルによる特撮に、部分的に実際の海戦で撮影された映像を、 挿入し、臨場感を醸し出すことに成功している。この映画で、つぶらや率いる特技スタッフは、成功な真珠湾の特撮セットを作り上げ、見学に訪れた海軍報道部や朝香宮鳩飛行は、そのリアルさに息を呑んだ。風切りから一週間後の1942年12月17日に、 戦艦、大和で本作を鑑賞した、宇垣まとい連合艦隊参傍聴も日記に見事な出来と書き残している。海軍省の史上命令で制作された、この映画であるが、肝心の軍事資料は担当将校らの活動やは信用できないという理由により、資料協力を受けられなかった。山本らスタッフによる空母の見学も検討されたが、作中登場する艦の見学は、 許可が降りず、すでに休止期間であった、報渉のみ、しかも館内設備の詳細な取材は厳禁とされた。山本は後に、関西機の着艦制度装置の仕組みなど子供でも知っているのに、それの撮影は愚か、見学も認められなかったと、当局の対応に不満を漏らしている。山本とつぶら屋は鈴鹿海軍航空隊に出港していた。 特別映画班の詐欺師と見終え協力を求め、真珠湾攻撃参加者への取材などを行った。セットの航空母艦から離陸する97式艦航、この理不尽な状況の中で、実物大の空母セットは、カメラマンのハリー・ミムラがどこからか入手した最新のアメリカの雑誌、ライフに掲載されていた、艦内を含むアメリカ海軍空母の写真を参考に作られた。また、 つぶらやら特撮スタッフは、わずかな提供写真に映った波の大きさから、戦艦や飛行機、地形の実寸を割り出し、特撮セットを組み上げた。また、登場する飛行機は一部を除きいずれも実機だが、航空母艦は戦場にいるため実物大の野外セットを作り、離陸する飛行機は、セットの上を滑走させている。こうして再現された、戦闘機、攻撃機そして、 航空母艦、軍艦などの精緻なセットとミニチュアによる実物としか見えない映像は、後年に作られたいわゆる戦争物の映画でもなかなか見られないもので、特に航空母艦の実物大のセットを作って撮影したという点は、多額の費用をかけて戦艦長戸田の軍艦の実物大セットを作ったことで知られるトラトラトラくらいでしか実現できなかったものである。 飛行機の編隊がハワイの山間を飛行する場面では模型を吊るしたクレーンを回すことでバンクの再現を試みており後に押収したフィルムを見たアメリカ人はこの場面を実際の記録映像だと信じ込んでいたというこうしてようやく完成したフィルムだが海軍省立ち合で行われた試写では艦の様子を見た情報部検閲部長がアメリカの航空母艦じゃないかと激怒して 公開に反対した。これも、元はといえば、上記のように軍が、資料提供を拒んだため、アメリカの艦船を参考にセットを組んだことによるもので、あり、津村屋も山本もこの時は、腹渡がにえくり返ったと、後年語っている。検閲部長は見分けであったこともあり、あわや公開差し止めとなりかけたが、誰がどう収めて、公開にこぎつけたのか、未だにわからないと。 山本は10回している。この他、ノースアメリカンなマイナス16と見られる固定客機が主翼に US アーミーと大きく書いたアメリカ陸軍戦闘規約で登場している。海軍では新型の中間練習機の試験評価のため1938年にナマイナス16から 4R とナマイナス16から 4RW を輸入していた。 この機体は二式陸上中間練習機の開発時に参考にされた。ありがとうございます。